友達のくるみと飲みに出かけていた。はあ、結構飲んじまったな。そらストレス溜まってるもんね。日々理不尽なドキュンと戦ってるからね。ああ赤いドキュンに緑のドキュンに黒いドキュンとかね。うん、私もちょっと飲みすぎたかな。終電までまだあるし座って休む。そうしよっか。近くの公園で一休みすることにした私たち、あそこのベンチで休もう。でもこれが失敗だった。でね、もうそのおまわりさんと連絡先交換した方が早いんじゃねって、もう LINE でシュッて通報するみたいな。それはおまわりさんも災難だわ。 LINE なりまくりだわ。どうね。なあなあ、こんな時間に女だけで何してんだ。危ないよ。危ない奴が来た。いや、ちょっと休んでただけだから。大丈夫、運んであげようか、あそこのホテルまで。は、もう帰るとこだから。じゃあ一緒に帰ろうか、俺の部屋に。話通じない。いい加減にして、大声出すわよ。ああ、こんな夜中の公園で大声出したって誰も来ねえよ。現に誰も来てねえよ。オーマイガー。痛い思いしたくないだろ、黙って言うこと聞けよ。ほら、ちょ、したろか。やべえ、このままで死者が出る。どうしようかと思っていたその時、何今の妖怪。あ、あれ、でんでんでん、なんだあれ。動いた。うう、うう、うわ、なんだよあれ。俺が知るかよ。でも都市伝説でよく見るよ、あれ。見たら気が狂うやつ。はやー、火出した。うわ、寄ってきた。こっち来んな。うわ、逃げるし早。ちょっと取り残された。シュン、ピタッス。大丈夫、危ないからもう帰りなよ。ちょっくん。あ、なんだったんだ今のは。タクシー呼んで帰ろうか。そうだね。翌日の昼間にその公園へ行ってみると、燃え尽きた発煙筒が落ちていた。私たちを助けてくれたあの二人の妖怪には、あの人にはもう会えないのかな。ううん、きっとまた会えるよね。ね、くるみちゃん。私は夢だと思って忘れることにします。え、